お願いいたします。夜遅くまでお疲れ様でございます。この度厚生労働大臣を拝命をいたしました田村憲久でございます。よろしくお願いいたします。特にですね、厚生労働行政、国民の生活に密着に関わっている部分でございますので、その責任の重さに改めて身の引き締まるような思いでございます。私は、今まで国会という立場で厚生労働行政にも携わってまいったわけでありますけれども、やはり国民の皆様方が大変不安に感じておられます社会保障分野、この持続可能性というもの、これをしっかりとですね、安心いただけるようなものにしていくために、しっかり頑張ってまいりたい、このように思っておりますが、その中でも、この社会保障制度と税の一体改革、この部分におきましてですね、三党合意等々で進めてまいりました中において、やはりまだ医療、介護の分野、大きな課題が残っております。国民会議の中でしっかりとした議論をしていただくことが前提でございますけれども、それを踏まえ、また三党協議もしていただくわけでございまして、そこら辺を踏まえながらですね、それに対して着実な対応をしてまいりたい、このように思っております。また一方で、非常に経済状況厳しい中で、雇用の分野、こちらの方も、今、国民の皆様方にとってですね、大変ご注目をいただいておる分野でございますので、景気を良くする、経済再生ということを安倍総理もおっしゃっておられるわけでありますけれども、景気を良くすること、これ、前提でございますが、しっかりとですね、その中において、雇用というものを国民の皆様方に安心いただけるような、そんな状況に持っていくためにですね、こちらに対しましても、しっかり対応してまいりたい、このように思っております。さらに東日本大震災の復興に関しましてもですね、これに対する支援、これをですね、着実に進められるように、厚生労働省としても、これ頑張ってまいりたい、このように思っているわけでございまして、いずれにいたしましても、国民の皆様の方の期待に応えられる、そのような厚生労働行政をちゃんと進めるためにですね、これからしっかりと皆様方のご意見をお聞かせをいただき、頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。私からは以上でございますので、どうぞかご質問、どうぞ。朝日新聞の小林と申します。2点お尋ねします。1点目、診療報酬改定のことなんですが、自民党政権は、ずっとマイナス改定を続けたことによって、医療崩壊を招いたという、そういう批判を受けたと思うんですが、1年後の改定については、プラスを目指すのか、マイナスを目指すのか、その点がまず1点と、あと、70代前半の医療費の窓口負担について、現状は1割のまま据え置かれていますが、それを2割にすぐ上げるおつもりがあるのかどうか、この2点をお願いします。診療報酬改定の部分でありますけれども、基本的にやはり財政との、兼ね合いをどうするかという問題であろうと思います。でありますが、そこも含めてですね、今の日本の医療の現状、そこら辺を踏まえながらですね、これから適切に判断をしてまいりたい、このように思っております。それからですね、70歳から74歳の、1割負担、これも我々が以前作った法律の中において、本則は2割負担であったものをですね、1割負担という形で暫定措置を講じておるわけでございますが、これも与党の皆様方とですね、いろいろと議論をしっかりさせていただいた上で、適正な判断を下してまいりたい、このように思っております。じゃあどうぞ。日本経済新聞の平本と申します。生活保護なんですが、衆院選の公約の中で、支給基準の 10% カット、さらに国費ベースで8000億円見直しと言ってますけれども、消極的な公明党さんとの連携の中で、どのように、どんな時間軸でどのように進めていくのかというのがあって、もう一つ、あと厚生年金基金の制度なんですが、田村さんの PT の中、自民党の PT の中では、健全な基金は残すという方針を出していましたが、民主党政権は10年で全廃するという方針を出しています。ここのことについて見直しするお考えでしょうか。まず生活保護の方でありますが、今、生活扶助の中の1割カットのお話がございましたけれども、これに関しましてはですね、そういうような、自民党のですね、公約があったわけでございますので、そこは踏まえながらでありますけれども、一方で、現下の経済状況、またそれぞれ生活保護を受け入れられている方々の生活の状況を判断しながらですね、1割というもの、おおむね1割というものをめどにですね、しかし一方で、個々の家庭で見れば、1割ぐらいが最大上限なのかなというような気もいたしますから、そこら辺のところを検討した上でですね、適切に判断してまいりたいというふうに思っております。それから、何でございましたっけ。
更年期金制度の。あ、更年期金の方でありますけれども、これに関しましては、やはり自民党の方で、まあ、私もPT の座長をやっておったわけでありますけれども、一定の考え方が出てきているというふうに思います。で、それを踏まえながら、ただまあ、一方でですね、いろんな考え方がまたあるのも事実でございますから、そこもですね、十分に検討した上で、適切な判断をしていかなければならないなというふうに思っております。もちろん、以前の政権がお考えになられておられた方向性というものも、まあ、十分に検討させていただきたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、政権が変わりましたので、そこは新たな判断も含めてですね、慎重に判断してまいりたいというふうに思います。もう一方でお願いします。はい、どうぞ。共同通信の中です。先ほどの確認ですけれども、生活扶助の基準は下げ幅は別として、基本的には下げるという方向でよろしいのかということと、公約に含まれていた幼児教育の無償化についてのお考えを聞かせてください。まあ、生活扶助の場合は、基本的には下げるということを前提に、自民党の公約には示されていたというふうに思います。まあ、検討会の方でもいろんな議論はされていると思いますけれども、それを踏まえながらですね、まあ、適切な対応をしてまいりたいというふうに思います。それから、まあ、正直申し上げまして、下村文部科学大臣がどうおっしゃったのか、よく私は存じておりませんけれども、やはりこれ、文科大臣とですね、しっかりと議論をさせていただきながら、財政の問題もございますから、ちゃんとその実現性というものを判断した上でですね、対応してまいりたいというふうに思っております。では以上をもちまして、田村厚生労働大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。